ザミンウードは、モンゴル国、ドルノゴビ県にある都市である。ザミンウードは、モンゴル国と中国、内モンゴル自治区との国境付近に位置する。2008年時点において、ザミンウードの人口は11,527人となっている。ザミンウード、ザミンウードと表記されることもある。ザミンウードという都市名は、現代のザミンウードの位置から北西に1 0 1トルの、 地点に存在したザミンウード集落の名前から取られている。ザミンウードは北京とウランバートルを結ぶイニシエの交易路の中継地点であり、現代でもエレンホトを経由して中国とモンゴル国を越境する際の重要な国境地点となっている。国境警備隊によれば2004年には95万人以上の人間が越境している。2014年7月に 中国総領事館が開設された。中国とモンゴル、ロシアを結ぶ鉄道路線であるモンゴル中間鉄道のザミウード駅があり、エレン駅に接続している。2007年4月、チョイルからサインシャンドを経由してザミウードまで続く全長4 3 2トルの舗装道路の建設が開始された。当初は2007年10月に完成を予定していたが、 道路の完成は2013年まで延期され、サインシャンドからチョイルまでの区間が2013年9月に完成した。中国からモンゴル国への移動遅延をなくすため、新越境道路整備計画も2013年に完成した。ザミングード自由経済地域が2004年に公式に設立された。総面積は約900ヘクタールであり、 ザミンウード中心部と中国との国境の間に一致している。ザミンウードは、欠片の気候区分において寒冷な砂漠気候に属し、暖かい夏と極めて寒冷な冬がある。一年の降水量のほとんどが夏に雨として降り、この他に4から5月や9から10月に降雪がある。冬季は極めて乾燥している。ありがとうございます。